そしてキラクが今度はさっきの作戦で言うと、あ、狙われてるな。これはもうキラクだ。この2人の力でやれば、キラクのボール謎は10 9 8 7 2 1。勝手に出た。はい、アウト。第1位、これも山本優太不利。サッカーをそんなに練習してこなかった男、ケンちゃんは強い。あ、でもなんか山本優太も闘志をむき出しにしてる。このハリボーになったと同時に、ボール出しは君たちの青春。引き分けだったらジャッジします。どっちが攻撃をちゃんとしてるかどうかで決めます。てんちゃん悔しい、泣きそうだ。てんちゃん我慢してる。まだ我慢、まだ我慢。てんちゃん我慢してる。ゴールデンベア大逆転、山本優太の勝利。さあ、枠入らん。はい、よし、速攻だ、行け、どんどん。全然蹴れてない。これは左でも入れるしかない。打った、うわ、取られた。これは左の執念、ゴール。1対1。これはもうラストの1点取り勝ち。みんなでも攻めないと1点入らないぞ。取ったら行け。お、キープ。6点の1。テンちゃんか、テンちゃん打った。じゃあ勝利した人、この中から好きなのを一つ選んでください。カプリコもゴーギャン、これね。君は今日は頑張ったから、これ。その格好もまたあの猿みたいなやめさせて。はい、はい、はい、よ、はい、よ、オッケー。じゃあこっちだ。え、何の前に来たの？いいよ。イエシー、イエシー。